それでは計算基礎学1の第3回の授業を始めたいと思います。と前回第2回とですね、一応まとめておきます。こういうことをやりました。と前回は、まあ、2進数、それから符号付き整数の表現2の歩数、それから実数の有限桁の近似と浮動小数の話、あと絶対誤差と相対誤差で、丸目誤差とマシンエプシロン、それから IEEE 浮動小数規格というような話を紹介いたしました。で、この前回の第2回の補足を少ししておきたいと思います。で、これ、マシンエプシロンに関する補足なんですけれども、マシンエプシロンはですね、この、非ゼロの浮動小数の丸目誤差の相対誤差の最大値ということで、定義を示しました。で、記号としてエプシロン M と書くんですけど、まあ、ここでのスライドにあるような定義となっております。でこれに関して、x を1と置くと、その1プラスイプシロンが1に等しくないという条件を満たす、正のイプシロンの最小値でもあるという説明をしたんですけれども、それに対して、それはなぜですかという質問が寄せられましたので、一応、ここで紹介し、説明しておきたいと思います。で、ここでは、x をですね、真の値、それから x' というのを、まあ、その x を浮動小数に丸めた値とします。まあ、どちらも0でない値とします。で、この時に、この x' をですね、x×1 プラスデルタという形でこう表してみます。で、このデルタというのは、絶対値がイプシロン以下の数でして、イプシロンが仮数部で表せる最小数ということを意味しています。で、まず、もしかすると、この表し方が一番その理解の鍵になるかもしれませんけれども、これはどういうことを言っているかというと、その、前与えられた x に対して、その一番近い数をこう考えるわけですね。で、一番近い浮動小数を考えるわけですね。で、その x に対して一番近い浮動小数を取るにはどうすればいいかっていうと、仮数部っていうのがあったと思いますね。仮数部のビット列があったと思うんですけど、この仮数部のビット列の中で、一番小さい桁をこう、変えるっていうことで、その、与えられた、まあ、実数に一番近い浮動小数が得られると思う、っていうふうになるわけです。まあ、それが、この1プラスデルタというところで、そのデルタが、イプシロン以下になるような形で、その、与えられた数に対してそれを丸めた浮動小数を得るということになっていることに注意してください。で、そうしますと、この時その x' の絶対誤差っていうのが、デルタ x の絶対値で抑えられますので、で、これに対してこの x' の相対誤差というのは、この不等式の両辺を、x の絶対値ですね。割ることで、このような不等式を得ます。で、デルタの絶対値がイプシロン以下で抑えられるということで、で、先ほど申しましたように、イプシロンはその仮数部で表せる最小数として、起きたということは、これは1に加えたときに、1プラスイプシロンが1と等しくないような数を表せる、まあ、条件を満たす最小値という意味を持つということになります。一応、まあ、こういう説明をしてみましたけれども、もし、また何かわからないことがありましたら、皆さんの方からまた質問していただければというふうに思います。はい。それでは、今回の第3回なんですけれども、今回は多精度整数の表記と加算ということで、ここからはそのテキストですと、セクション 2.1.5 の15ページからですね、多精度整数の表記と加算という内容を話をしていきたいと思います。まず、ここで扱う多精度演算なんですけれども、まあ、前提として今後ですね、この授業におけるその整数や有理数などの数というのは、正確の演算はですね、正確に行うことを前提とします。前回その浮動小数の話をしましたけれども、一旦ここでは浮動小数のことは忘れて、これから先の計算では整数や有理数を厳密に扱うと。必要な大きさの有理数や、整数や有理数だったら必要な大きさの精度で扱うと。もしくは必要な
桁数ですね、分子や分母の桁数も必要な桁数で扱うということを前提にします。それからと、あと言葉のお話なんですけれども、この多精度演算っていうのが、もともと英語ではマルチプルプレシジョンアリスメティックっていうふうに言うので、そのマルチプルっていうのは、まあたくさんですね。で、プレシジョンが精度っていうことで、まあ多精度演算というふうに言葉で書いたんですけれども、実際の日本語のですね、コンピュータサイエンスの文献をいろいろ見てみますと、多精度って呼んでるものはほとんどなさそうです。で逆にその多倍長というふうに呼ばれる多倍長演算というふうに呼ばれることがよくあるようですので、今後は主にその多倍長演算というふうに呼ぶことにします。でこの多倍長というのがそのどういう由来で多倍長という名前になっているかはちょっとまたこの後で機会がありましたら紹介したいと思います。でそれからあとこの多精度演算のその他の呼び方としましては、例えばその任意精度演算といった呼び方もあります。こちらは英語で言うと、arbitrary precision arithmetic ですね。arbitrary というのは勝手なとか任意のっていうそういう意味がありますけれども、その arbitrary っていうのを取ったその任意精度演算という呼び方もあります。で、まあ、文献をいろいろ見てみますと、いくつか異なる呼び方があるので、まあ、あまり戸惑わなくてよろしいかと思います。ということで、そうすると、その整数や有理数をですね、必要な桁数だけ取って計算するということになりますと、その計算機には普通、その計算というのはワード単位でその整数を演算を行ったりしますから、じゃ1ワードに収まりきれない大きな数の演算をどういうふうにやればいいだろうかという問題にまずぶち当たるわけですね。で、ここから先は、例として1ワードを電卓1個で表すこととします。まあ、電卓1個っていうのは例えばこれは僕の家で実際に使っている電卓なんですけれども、普通の電卓だと例えば10進8桁の窓があってですね、そうすると大体その10進8桁の範囲で加減乗除算ができるというような形になって、まあ小数も含めてですね、小数は駆動小数点なんですが、まあここではその整数の演算だけ考えると、まあ、8桁まで整数の演算ができるということで、まあある意味そのこの8桁というワードっていうのは単位で計算を行っていると思えるわけです。そうすると、じゃあ例えば電卓に置き換えるとですね、この電卓でそのたくさんの桁の数の演算を使いたかったらどうすればいいでしょうかっていうことを考える話にもなるわけですね。一応ここではその電卓は同じものを何個でも使ってよいと。まあ有限項です。まあ大体有限項でしょうけど、有限項っていうことにしておきましょう。でそうすると、まあ素朴に出てくるアイデアとしては、その必要な桁数の分だけ電卓を並べて計算すればいいんじゃないかというふうになります。まあ、実際に我が家にこの電卓が5個あるわけではないんですけれども、まあ、画像をコピーすればいくらでも増やせますから、画像だけは増やせるという形で、例えばこの8桁、10進8桁のですね、電卓を5個並べれば、5個並べてですね、で、まあ、上位桁、左から順番に上位桁からこう桁を割り当てていけば、そうすると5個の電卓、8桁かける5個の電卓を並べて計算すれば、まあ、40桁までその整数を扱うことができるだろうというふうに思えるわけですね。で、実はその計算機の多倍長演算というのも同じ考え方で行います。すなわち、この電卓1個っていうのがまあ1ワードの演算だと思ってですね、例えば、1ワード、まあ、1ワード、1ワード何ビット、N ビットとかっていう形の、CPU に対して、それを、まあ、何ワードか並べて、計算するっていうことになると、まあ、こういう形で、いくつかのワードをですね、並べて、大きい数を扱うということになるわけです。で次に、そうすると、考えなければならないのが、この多倍長演算をですね、計算機上でどうやって実現しましょうかということになるわけですね。で、まあ、この後もちょっと扱いますけれども、その計算機の、こう、で計算を扱う、計算をさせたりする上で考えなければならないのが、まあ、一つはデータの表現ですね。その、実際に扱う数を、計算機ではメモリに蓄えますから、そのメモリでどう表現するか。もう一つは、その演算の手順ですね。まあ、これがアルゴリズムと呼ばれるものなんですけれども、どのような手順で演算を、その
表現されたデータに対して演算を行うことで、その多倍長の数の加減上場を実現できるかということになるわけです。ですので、このデータの表現と演算の手順っていうのを考えていく必要があります。ここからはその2つについてですね、見ていきたいと思います。まず、そのデータの表現なんですが、まず、今使いたいその大きな数値を A としまして、で、まあ、その A という数値は、1ワードには収まりきれない大きな数なので、何ワードかの、複数個のワードの数を使って表すことにしたいと思います。で、この時に、この A を表すワード数というのを K と置きます。ですので、この A という数値を K ワードのメモリを使って表すことにしましょう。そして、この A を表す各ワードというのを、この A0 から A の K-1 という、N ワード、あ、K ワード分ですね。K ワード分で表してみます。で、この時に、この A0 から A の K-1 という各ワードの使い方なんですけれども、こちらのスライドにありますように、A0 を一番右側に並べて、以下、順々に左側に並べていくという形で、これは先ほどの電卓を並べた時のように、この A0 が一番下の桁を表すわけですね。で、A の K-1 が一番上の桁を表すということで、一応これを数式で書くと、この A というのが、この AI、これは各ワードの値ですね。この AI、各ワードの値に2の NI 乗をかけたものの和を取るという形で表すことができます。ちなみにここの N っていうのは、1ワードの大きさとしまして、ですのを表すことにします。まあ、これビット数なんですね。で、このような形で、その、長さ K ワードの、整数をですね、A0 から A の K-1 という K 個のワードで、表した数の表現のことを以下ではこのような形で書きます。A イコール A0 を A1 から A の K-1 と並べて、この大括弧でくくった数ですね。で、こういう形でこの A という数を表現することにします。まず、この各ワードを使って、この A という多倍長数をこうやって表現するということを押さえておいてください。で、次に、このですね、A の、0から A の K-1 の各ワードの情報をどのような形でメモリに格納するかということについて考えます。で、一応この、今回はですね、こういう形でメモリに格納するということを考えるんですけれども、まず最初、一番下のメモリのアドレスに、この K ですね、このワードの長さである K っていう整数を入れておくと。で、それから、以下というか上ですね、この上に行くに従って、A0 から A の K-1 の、実際に数の情報が入ったワードを、格納していくという形で、メモリに情報を格納していくことにします。で、ここで注意していただきたいのは、数の情報である A0 から A の K-1 に加えて、この A の長さですね、の K という値を、含めてメモリに格納しておくということに注意しておいてください。さて、このようにして、その A という多倍長数をメモリに格納する際にですね、まあ、二進表記する際に、何ワードが必要かということについてちょっと考えておきます。まず最初に、この整数 A、受信でもいいですけど、整数 A をですね、この二進表記した際のビット帳っていうのを考えますと、これはですね、ログの A プラス1の、シーリング関数ということになりまして、この LG のログはですね、このテキストの記号にもあったかと思いますけれども、2を定とする対数ですので注意しておいてください。で、この A プラス1という、整数の、まあ、2を定とする対数ですね、をまず取って、で、この両脇のこういう括弧みたいなやつですね、これはシーリング関数といって、この中身の数以上の最小の整数を取ると。まあ、言ってみれば、なんか実数がここにあったら、そのすぐ上の整数を取るっていう意味で、シーリングって天井っていう意味ですから、だからその、まあ、天井を取る関数だというふうに呼ばれております。
そうすると、まず A を2進表記したときのビット帳というのが、このように表されますので、で、今、それに対してですね、ワード数を調べたいですから、この1ワードが N ビットで与えられていますので、そうすると、この A を2進表記するのに必要なワード数というのは、このログの A プラス1を N で割って、そのシーディングを取った値ということになります。で、以下、この値をですね、A の長さと呼びまして、これ、len A というふうに表すことにします。まず、ここまでいいでしょうか。当てられた A をですね、二進表記するのに、必要なワード数が、を、求めまして、それを A の長さと定義したと。で、len A というふうに書きますということですね。で、さらに、先ほどの、この、A のメモリへの格納方法を見るとですね、この A の長さ K をの情報を格納するワードが1ワード必要になります。ここにも注意しますね。ということで、以上を合わせると、この A を2進表記するのに必要なワード数というのは、この A の長さ連 A、連密の A プラス1ワードが必要であるという結論になります。ということで、一応その A を2進表記するために必要なワード数というところまで出てきました。